白金の脳内ではベータエンドルフィンやコルチゾールなどのストレスホルモンが大量分泌、体が危険信号を出していた。一方、会長の手大きい、あったかくてなんだか。かぐやの脳内ではオキシトシンやバソプレッシンが大量分泌。